それでですね、はい、まあいつもと一緒です。顔周りが、そうですよね、顔周りがね、すごい痛いなと。そしてかね、足裏、はい、足裏がさ、なんかすごいそのツルツルしてるっていうのかな、カサカサしてるっていうか、カサカサもしてますね、うん、でね、コシストピクイ体にかけてるじゃないですか、はい、あれはちょっとさ、足裏にも浮かれてるんですよ。あ、わかりました。それにプラスね、有効期限が消えてるから、これもちょっと、はい、これはそのままつけてるんですか。そのまま、保湿作用があるから、あ、はい、これ塗ってそれから保湿と手つりを、はい、足の裏につけてあげてます。はい、わ、はい、かりました。だからまあ、先にこっちを作ってもらうとか、ヘパリン防止もね、はい、つけてから押すときにするね。そしてあげてください。ちょっと乾燥してきてるみたいな感じだから、はい、というとこですかね、はい、あとは体重は 10.9 だから、この間と一緒です。あ、そうでした。 10.9、 その前が 10.8 だから、あ、まあ今ぐらいの感じで食べてもらっていいと思うんですけどね。よく食べるんですよね。食べるんです。でも最初なかなか食べなくて、で、お腹空いてないのって言って、ね、ちょっと撫でたりなんかして遊んだりなんかすると、突然食べるようになります。スイッチが入ると。もうだから食べるまでがちょっと時間がかかるんですけど。そうなんですか。はい。だったらすぐ食べるわけではないわけね。はい。あとなんか外に散歩に連れて行くと、風みたいなんでもすぐ怯えるみたいに目が見えにくくなっているのかなっていう感じがあるでしょうね。後ろはどうしても進歩してきますんでね、はい、後ろだとは全然なんですけど、うん、外に出ると途端に葉っぱの動きでもすごいびっくりして、うん、あ、そうなの、はい、で腰が引けるみたいになったりとか。まあね、家の中で買って吸ったらだからね、はい、そうめなくても大体の感覚でいけますもんね、はいはい、うちの中では走ったりするんですけど、外に行くとヨボそういうことね、はい、じゃあこれ、はい、後で受付出しますけど、すいません、期限切れてますから。あ、はい、でも使えます。使えます。はい、わかりました。これ、はい、で、バッテンで、竹内さんに出してきて、食べる？お母さんの顔見ると食べれる。トリミング後、はい、お水とおやつ食べたんですけど、はい、おやつには一切無視。あ、無視ですか。でもお母さん、落ちた。どこ行ってた？どこ行ったか。ごめんなさい。すごいね。あんなにガン無視してたらね。はい、じゃあすいません。はい、じゃあちょっと足裏をね、はい、ちょっと動きを、はい、皆さんお願いします。はい、ありがとうございます。それではバスお願いします。